はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。ネットのまとめサイトのヘッドラインだけを集める、俗にアンテナサイトと呼ばれるところ、そこに秘宝 TBS 韓国にだけ謝罪というものを見つけました。何かなとトコトコトコって見に行ってみると、あの TBS のラビットの韓国ロケにおいて、韓国の唐揚げ屋さんの店頭での公開万引き仮パク状態、このことについて TBS の佐々木隆社長が定例会見で謝罪したというものです。 TBS の佐々木社長は韓国のお店に謝罪するとともに、視聴者の皆様に不快な思いをさせて申し訳ないとしてますんで、取り立てで騒ぐほどの話題じゃありません。一方、この TBS サイドの対応におやおやって首をひねるネット民がいて、そのネットの声をスマートフラッシュは6月1日このように伝えております。 TBS 側は全て制作側の責任としながら、山添さんはこれは相席スタート、まあやらかしちゃったタレントさんは騒動以降未だ同番組に出演できていない、局の一連の対応にはニュースのコメント欄で中途半端という非難の声が集まっている。制作側に責任があると言いながら、山添さんはあれ以来使われていない。対応が中途半端すぎる。結局はやった本人が実質責任を取らされる形を取ったってこと。あれ以降番組に呼ばれないってことは降板と一緒だし、本来得られるギャラも発生しない。いろいろ言われたところで、バラエティやドラマで使うかどうかテレビ局が決める。問題となった店頭での公開万引き仮パク状態について、この動かした手に矢印をつける編集をしているわけですから、意図的な編集が行われ、TBS サイドは番組側はそれを面白いと思ってやったということです。そして放送して責任だけは出入り業者のタレントさんだけに負わせる。これがネットの皆さんが首をひねる理由です。図らずもジャニーズ事務所のいわゆるスキャンダルで明らかになったことがあります。芸能事務所とテレビというのは密密の密の蜜月関係にありながらも、最終的にはテレビ局側が強い権限を握っているということです。それを編集権と裁量権だと言われてしまえばその通りなんですが、今回のラビットの芸人さんの件を踏まえたときに、テレビ局はタレントさん、いや芸能事務所の生殺与奪権を握っているということになるんです。生殺与奪なんてね、大げさだと思うでしょうか。しかし日本社会の共有財産である放送電波を限られたテレビ局に貸し与えているのは、これは日本社会の公共のためです。それが大きな権力になり得た理由は、編集権に裁量権という建前を持って、ぶっちゃけて言うとですよ、やりたい放題ができていたからです。これあらかじめ解決策をお示ししておきます。放送と番組制作の発送電分離です。テレビ局としての業務は番組を放送する放送だけに集中し、番組イコールコンテンツ作りは外部業者に委ねるんです。番組制作の一部か全部かというのは議論が分かれます。ただ番組作りと放送とのこの発送電分離をすることによって、テレビ局が牛耳っている、握りしめている制作与奪権のかなりの部分をミョイッと奪い取ることができるんです。そしてこの事実上の制作与奪権を握っているのはタレントさんだけじゃないんです。時の政権にまで影響を与えることがあるんです。実際に影響したのがテレビ朝日の椿事件です。偏向報道によるネガキャンが政権交代まで引き起こしたのは比較的新しい事例では、あの悪夢の民主党政権も同じくなんです。そしてその偏向報道における民放のツートップと見ているのが椿事件のテレビ朝日と BTS。あ、間違えた。TBS。TBS の偏向報道を象徴するのがギャラクシー賞です。ギャラクシー賞について説明しよう。ギャラクシー賞は NPO 法人放送批評懇談会というところが与えていて、放送批評懇談会が日本の放送文化の質的な向上を願い、優秀番組、個人、団体を検証するために1963年に創設しました。ここの会員さんが一貫して審査に当たることで独立性を維持し続けていると、ええへんとばかりに胸を張っております。ただその会員の名前を見ていくと、テレビ局関係者やその周辺にいる人たちのお名前を多く確認するんですが、直近は名古屋 CBC のワクチンを検証したちゃんとという番組、こちらも受賞してるんで全否定はしません。しかし TBS で言えば、
今年受賞したのは BSTBS の報道1930、その問われる政治との距離、激震旧統一教会と日本政治という番組だったんです。これ安倍元総理が凶弾に倒れて2週間後の7月22日の放送です。番組の中では安倍元総理が旧統一教会の関連団体 UPF にビデオメッセージを送ったことをもって、旧統一教会を糾弾する立場の山口博史弁護士は、安倍さんなんか完全に開き直ってるなんて言ってのけます。また番組序盤には、旧統一教会との接点があったとかっていう自民党の議員が一覧で紹介され、そのズブズブだとかヌープヌープだとかという VTR 構成に沿った論評が加えられます。しかしこのビデオメッセージというのは、ドナルド・トランプ、アメリカの前大統領が出したことによるお付き合いという色彩が強いんです。ビデオメッセージについては、今から2年前の西暦でいう2021年9月12日、やや日刊カルト新聞が拡散して安倍側界隈で話題になっていました。ただ日刊カルト新聞の方は、ドナルド・トランプ前アメリカ大統領もメッセージを寄せていたことには触れています。このやや日刊カルト新聞の主筆と紹介されるのが、旧統一教会騒動において今をときめくジャーナリストとなりました鈴木エイトさんです。 BSTBS の報道1930については、2倍速の YouTube で確認したので、見落とした可能性はなきにしもあらずです。ぶっちゃけで言うと、ギャラクシー賞を受賞した BSTBS の報道1930のその受賞した番組というのは、旧統一教会と自民党がというよりも、旧統一教会と安倍元総理との関係がズブズブだったかのような印象を受ける番組の作りになっているんです。ただ BSTBS の報道1930の当該番組が放送される5日前のことです。その7月17日のテレビ朝日のサンデーステーション、後に下関は聖地発言でネットを騒がせることになります有田芳生さんがご出演なされていて、安倍元総理は旧統一教会と距離を取っていたと、そのコメントが紹介されているんです。なお有田芳生さんはその翌日の7月18日海の日に、同じくテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーにご出演なされ、政治的な圧力で旧統一教会の捜査が止まったという、その後論拠と根拠の続報が一切合切ない、そんな発言をしております。ただあと1ヶ月で安倍元総理が旅立ってから1年となりますが、旧統一教会を攻撃する側のその主張を素直に並べただけで、話の辻褄が合わないことが実に多いんです。さて、報道1930とギャラクシー賞に話をググッと絞り込めば、昨年の7月22日の時点ではTBS の取材班は正しい情報にたどり着けなかったという言い訳は成立します。しかし様々なことがつまびらかになっている今年の5月31日にギャラクシー賞は与えられているんです。旧統一教会と自由民主党の議員との間に接点があったというこの話、かなり早い段階に、それ立憲民主党の国会議員先生様方ともつながりがありました、接点見つかっていますがという話で完全論破されております。すると今度はそのお付き合いの中身だ、濃いか薄いかだとかっていう話になっておりましたが、これは日本テレビの夏の風物詩的番組の24時間テレビ愛は地球を救っちゃうのかなという番組で、ボランティアをお願いしてるんですが、旧統一教会の金沢支部がこのボランティアに参加していて、さらにローカル局ながら名刺広告のような、ご挨拶のような広告を出していたこと、これが判明してからニュースやワイドショーはなんかもごもごもごと口ごもり始めました。批判の論点をずらしまくるムービングゴールポストを重ねに重ねた、その果てに待っていたのがギャラクシー賞というゴールになっているんです。そんな TBS が24時間テレビとも隣接しますジャニーズ事務所について取り上げております。 TBS ラビットの唐揚げ万引き事件について、佐々木社長が釈明コメントを出した定例会見で、劉鳳正峰取締役はジャニーズ事務所との関係について次のように述べたと、スポニチアネックスさんより紹介します。番組の対応について、ジャニーズの皆さんとは様々な形で関係がありまして、現場ではそれぞれコミュニケーションをしっかりとって適切な対応をしていると考えております。本当は他社との個別のやり取りについてはお答えしていないのですが、現時点事務所は対応をしっかり公表していらっしゃるので、引き続き対応を進めていくのではと見解。
所属するタレントさんについてはタレントさん個人が何かをやらかしたわけではないのでキャスティングの変更はないとおっしゃいます。しかしならばと TBS に浮かび上がる疑惑が。ちとこーん。 TBS はジャニーズ事務所のスキャンダルについて他局に先駆けて報じています。5月11日の2人で盛りかけでおなじみのニュース23ではメインキャスターを務める小川彩香さんが報道機関がどれだけこうした被害を報道してきたのか、少なくとも私たちの番組ではお伝えしてこなかったという現状がありますと反省の弁を述べておりました。今も夕方のニュース風情報バラエティ番組 N スタでは立憲民主党の国会での当事者からのヒアリングについて繰り返し繰り返し伝えております。その紹介するところは再発防止です。その一方を再発防止どころかオンタイムでの人権侵害が報告されているんです。 TBS の番組を見ていると繰り返し流される韓国情報、これを伝えるネット媒体 K スタイルでは6月1日こんな見出しの記事があったんです。エクソというグループ名、チェンさん、ベクヒョンさん、シューミンさん、SM に専属契約解除を要求、奴隷契約、やだおっかない、奴隷契約を強制。なんと、お隣の国のアイドルグループは、練習生時代まで含めると、20年の長期契約を結ばされるというんです。そして、報酬を踏まえた時に、奴隷契約だというんです。私が TBS のことをうっかり BTS と言い間違いをしてしまうのは、TBS はそれだけお隣の国、まあ、韓国のタレントさん、アイドルグループを宣伝、紹介しまくっているからです。そんな TBS が大好きっぽい韓国のタレントさんが、所属事務所に人権を踏みにじられているという告発をしているんです。私はお隣の国のタレントさんや芸能事情に対して明るくはありませんが、SM といえば私でも知っている芸能事務所ですし、シロがこう言ってます。TBS 見てっからだろ。確かに TBS のニュース番組とかを見てみますと、韓国の芸能事情にちょっとだけ詳しくなるんです。そして今回告発したエクソというグループ名は TBS のニュース番組を見てもたびたび確認する名前なんです。人権侵害は日本国内ではなくワールドワイドの話です。ならばその奴隷契約を結んでいるかもしれない、そんな事務所の所属タレントの宣伝をすることは人権侵害に加担しているということになりはしないでしょうか。また TBS のとあるプロデューサーとしておきますが、昨年12月時点であの一般社団法人コラボさんに問題があるということを確認していて、それをご自身の Facebook に投稿しているんです。いささか流れ玉のようになりますが、TBS 社内にはコラボさんの件が問題ありと分かっている人がいながら報道しない自由、そして炎上案件になったタレントさんは報道しない自由、というか使わない自由でしょうか。するとこんなメロディーが聞こえてくるんです。デデデデデンデンでまたでまたでまでまたほらよほらよほらほらよ磨きかけたこの利権儲かる仕組みでうししいつもギリギリ炎上しても知らんぷりパッと使い捨てでもダブステで何やったってね、結局俺たちだけが儲かればバレちゃいました。万世と冗談はともかく、何でもグラフ化するガベージニュースの不破雷蔵さんによると、テレビ業界全体の視聴率が下がっちゃっているようです。実際に今 TBS の番組なんか見てますと AC ジャパンの CM が常態化しています。すなわちスポンサーの皆さんが消えた消えたゾンボということかもしれず、タレントさんもそのタレントさんの人権も守らないようなテレビが日本社会から消えた消えたやったとなる日も近いんじゃないかな、なんてな、なんか楽しくなってきちゃう週末でございます。我々は微力ですが無力でもないんです。というわけでみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
赤が勝つ。ブリーチンスリー、ブリーチンスリー、一旦別にしろ。と番組に最後の最後までお付き合いいただいている皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。いやちゃんじゃんけんじゃんけんパー、私がパーなのでチョキを出したあなた、サインはブイ、おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、違いますね、お手手のシワとシワを合わせて幸せ、そしてグーを出したあなた、頑張っ。それでは本当のバイバイ。